一階エントランスホテルグランビア大阪は、大阪府大阪市北区梅田の大阪ステーションシティ、サウスゲートビルディング内にある JR 西日本ホテルズのシティホテル、並びに、これを運営する企業である JR 大阪駅と直結している。1983年5月1日に、大阪ターミナルホテルとして開業し、1995年3月にホテルグランビア大阪と改称した。 当ホテルが入居しているサウスゲートビルディングの地下2階から15階は大丸梅田店になっている。サウスゲートビルディング27階はスカイリストランとなっていたが2011年2月28日で閉鎖され2012年4月17日に当ホテルのエグゼクティブフロアグランビアフロアとしてをオープンした JR 大阪駅に直結しているほか 地下鉄四つ橋線西梅田駅や阪神本線、大阪梅田駅からも至近距離にある。2012年3月、ホテルグランビア大阪で営業する中国料理、北京が個貝、ロコガイをアワビ、オーストラリア産牛肉を和牛などと安いものを高い、食材として客に表示し、その値段をもって提供していたことが判明した。 1997年から判明するまで10年以上も偽装表示が行われていたことになる。提供された客の数は1万1000人以上と言われている。ありがとうございます。